中学校の頃から格闘技が好きで、で高校のその選ぶときにその地元の近くでボクシング部がある上国高校に入ろうと思って入りました。一番最初に見学に来たのは合宿中だったので、ちょっとビビったっていうか、はい、あ、はい、まあ楽しいです。友達がボクシングをもともとやっていて、自分もやってみたいと思ったからです。自分は中3の終わりっす、始めたら。はい、中3の時は全然遊び半分でやっていて、高校ではその友達が行ったんで、まあ一緒にやってみようと思って行きました。最初は遊び半分だったんで、やっぱやってみるときついなと思います。減量中のバックダッシュとかです、はい、これサンドバッグをこう投げるやつ、はい、うわー、6キロ走った後の坂道ダッシュです。どこの坂道？そこの上高校の坂道なんですけど、そこを10本とか走るんです。はい、朝は3キロです。まあ、いや、その練習終わった後 の、 この達成感というか、そういうのがいいです。プロで活躍してるあのスーパーバンタム級の西岡選手です。とやっぱりこう得意なパンチっていうか、一つを磨いて、でそのパンチでこう状況を変えちゃうっていうか、逆転っていうか、部が部員のみんなで北海道とかこう京都とかいろんな県を回って、こうスパーリングとかやって自分のものにするみたいな。月に 2,3 回とか多い時にあるんですけど、まあ、大体月1回ペースです、はい、まあ、有名な強い選手がいるんで、その人とやってみると有名だなと思います。今後の目標はインターハイ優勝です。去年のインターハイでは初戦敗退で終わってしまい、今年はベスト8だったので来年は優勝したいです。で、将来の夢はプロボクシングの長谷川穂積選手のような世界チャンピオンになりたいです。あ、階級はフライ級です。もしパンチもらわないのが一番ですね。まあ、気持ちの面で負けないところです。まあ、自分が辛い時に頑張る気持ちいいですかね。
2分3回です。とりあえずもう負けないでこう、まあそういう負けない気持ちでこう倒しに行きます。ボクシングは努力すればするほど強くなる競技で、やっぱり何度も練習でやってることが試合やスパーリングで出ることがまあいいです。あと団体スポーツと違ってボクシングは個人スポーツなので、応援も力になるけど、やっぱりやるのは自分自身ということで、けど、まあ、練習は、まあ、自分一人では強くなっていけないので、まあ、仲間も一緒に競い合ってやったりしてるので、まあ、自分一人の力ではないと思います。そうですね、やっぱり競い合わなきゃ強くなっていけないので、まあ、仲間と競い合って自分も強くなっていって、それが試合に出るという感じ。始めたのはあと小学4年生です、はい、お父さんに、まあ、ボクシングやるかって言われて、誘われてジムに見学行って、まあ、やってみようかなと思って最初は始めました、ね、はい、やめないでずっとやってて、どこの高校行こうかなって考えた時に、家族で話し合って、この上高校に来れば一番強くなれるっていう話になったので、ここに入って練習してます。ですね、やっぱり練習はまあきついですけど、強くなれるんだったらまあそれしっかりやりたいですし、まあ旦那試合でも勝っていけるように日々の積み重ね大切にしていきたいです。県内の高校では大体5校が中心となって部活動を行っております。部活動以外で県内のプロのジムが10校ほどありまして、そこの子どもたちも参加してますので、まあ大体年間に試合に出られる高校生は30名ぐらいが県内の人口かと思います。現在城北高校は1年生が1名、2年生が3名、3年生が2名、計6名で活動しています。昨年度今練習してますけども、1年生でインターハイに出場した選手もおります。今年はその選手がインターハイの方でベスト8に進出したというようなことがありました。城北高校は昔からボクシング部あるんですけども、一番良かった成績は30年ぐらい前にフライ級で第3位に、全国3位になった選手がいるのが最高かと思います。まあ、その選手、私の先輩になるわけですが、その選手を追い抜ける選手をね、作りたいと思って、今みんな一生懸命練習に励んでます。はい、大切に教えていることは、まあボクシングで勝つことも大切なことなんですけれども、それ以上にやはりボクシングを通しての人間教育ということで、部活動を通していろんな苦しみとか嬉しさ、楽しさ、そういうものを味わわせて、少しでも社会に行って役立てる人間が育成できたらというのが、私の指導の中での一番の大切にしていることです。はい、まあ、今私も国際審判員の免許を取りまして、今年も台湾の方にボクシングの審判をやりに行ってきました。海外でのボクシングと日本のボクシングのルールが同じルールで戦えるように、日本で頑張った選手が海外に行って日本でやったルールと違うというようなことが以前にありました。
そういうことがないように海外の審判の方に行った時も学んで、それを日本に持ち帰って子どもたちの方に伝えられればと思って頑張ってやっております。